ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。Pablo Picasso himself refused to comment on the symbolism in Guernica. The strong symbolism in Guernica, like that of the bull and the horse, has been a topic of much debate and discussion, with scholars and art experts coming up with varied interpretations.Picasso, who was naturally approached for an explanation, simply said, This bull is a bull, and this horse is a horse. If you give a meaning to certain things in my paintings, it may be very true, but it is not my idea to give this meaning. What ideas and conclusions you have got, I obtained too, butinstinctively, unconsciously. I make the painting for the painting.
I paint the objects for what they are. He added. パブロ・ピカソはゲルニカの中に書かれているそれぞれのものの意味についての説明を拒否しています。芸術界の公式ホームページには次のようにあります。ゲルニカの中に書かれている強烈なシンボリズムについて、例えば牛や馬などがそうだが、それはたびたび議論や論争の的になってきた。で、多くの学者や専門家は登場しては、その都度それぞれの解釈を加えてきた。が、ピカソ自身は例えば簡単に次のように答えている。牛は牛だ、馬は馬だ、君たちが絵の中の何かにある意味を与えようとするなら、それはそれで正しいかもしれない。しかしこうした意味付けをするのは私の考えではない。君たちがどんな考えや結論に達したとしても、私はそれを受け入れる。が、それは本能的あるいは無意識的なものだ。私は絵画のためにその絵画を描く。私はそれらがあるがままのままをそのまま描いていると。広志林、浜松シティ、ジャパン。謎、また謎のパブロ・ピカソのゲルニカということになります。ここで重要なことはですね、今までにもたびたび繰り返し説明してきましたように、パブロ・ピカソはですね、ゲルニカの絵について何も知らなかったということです。あるいは何かの意図目的があって、パブロ・ピカソがですね、そのように嘘をついていたということにもなりますが、しかしそれにしても奇妙な絵ということになります。で、私最初に気がついてあれと思ったのはですね、左下に女性らしき人物が描かれ、天を向いて悲しみ嘆いていると、理解されている絵が描かれています。私はその人物をイナンナ・マリア、下半身大蛇のイナンナ・マリアと理解しました。尻尾が描かれています。そしてその尻尾はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが岩窟の成分の中に描いた、いわゆる、ラミア、下半身大蛇のラミアの尻尾と一致するわけです。それについてですね、ゲルニカは当初から灰色の絵ではなかったと。女性の顔には赤い涙が描いてあったというんですよね。イナンナ・マリアは燃えるように燃えるような赤い目をしていたと古い記述にはあります。あるいはですね、こんな文章もあるわけです。ドイツの将校がですね、ゲルニカの写真を見せて、君がこの絵を描いたのかと聞いたときにですね、即座にピカソはですね、私じゃない、君が描かせたんだ、描いたんだというような、即答でですね、後になってね、大変機転の利いたと言いますか、機知の利いたと言いますかね、返答したということで有名になりましたけども、ひょっとしてですね、パブロ・ピカソはその時瞬間、本音を言ってしまったのではないかというように私は考えています。つまりパブロ・ピカソはですね、ゲルニカなる絵を描いてはいなかったということです。それをですね、私の一連の動画の中で説明してきましたがですね、そのゲルニカの中にはですね、つまり2012年以降の私林博氏が発見した事実のみばかりが書かれていたからです。パブロ・ピカソが知るうちもなかった事実がですね、そうした絵の中に書かれていたということになります。で、パブロ・ピカソは本当にあのゲルニカを描いたのでしょうかというところから謎解きが始まります。
Academy write about Picasso's Guernica as follows. This painting is not easy to decipher. Everywhere there seems to be death and dying. As our eyes adjust to the frenetic action, figures begin to emerge. On the far left is a woman, head back, screaming in pain and grief, holding the lifeless body of a dead child. This is one of the most devastating and unforgettable images in the painting. To her right is the head and partial body of a large white bull, the only unharmed and calm figure amidst the chaos. Beneath her, a dead and wounded man with a severed arm and mutilated hand clutches a broken sword. Only his head and arms are visible. The rest of his body is obscured by the overlapping and scattered parts of other figures. In the center stands a terrified horse, mouth open, screaming in pain, its side pierced by a spear. On the right are three more women. One rushes in, looking up at the stark light bulb at the top of the scene. Another leans out of the window of a burning house, her long extended arm holding a lamp, while the third woman appears trapped in the burning building, screaming in fear and horror. All their faces are distorted in agony. Eyes are dislocated, mouths are open, tongues are shaped like daggers. ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。Thank you.
ビデオダイアリー、December 14th, 2020, by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan。 ビデオ日誌、2020年12月14日、林博士です。おはようございます。神の証明ですよね。で、その神の存在を証明する物的証拠は、何かというとですね、つまりはパブロ・ピカソの書いたゲルニカということになります。えっというふうに思われるかもしれません。あるいは中にはですね、あるいは多くの方はですね、神なんて存在しないって考えておられるわけです。と同時に、神の存在を証明する物的証拠などあるはずがないじゃないかというふうに考えておられるわけですが、神の存在を証明する物的証拠があります。それがですね、今ご覧いただいているパブロ・ピカソの描いたゲルニカということになります。一応この絵は戦場のゲルニカの惨状を描いた絵ということになっています。またそのように解釈されていますが、本当にそうでしょうかということなんですね。で、このゲルニカの左の下にはですね、尻尾を持ったラミア、下半身大蛇のラミアが描かれています。そして同じ絵をですね、ダヴィンチが描いてますね。みんな岩窟の聖母ルブール版です。この中心に描かれている、この女性はですね、ラミア、下半身大蛇のラミアです。で、その両者と言いますかね、その尻尾を見比べていただきたいんですけども、左は横向き、右は縦向きに尻尾が描かれていますけども、同じ形なんですよね。はい、見比べてみてください。で、左のゲルニカにですね、このような人物が描かれている、なあ、下半身大蛇のラミアが描かれていると発見したのは2012年以後の私、林博士と同時に、右のですね、岩窟の聖母の中に描かれているこの女性がですね、下半身大蛇のラミアであることもことをですね、発見したのも2012年以後の私、林博士です。パブロ・ピカソについて言えばですね、これがラミアであることは知る由もなかったと思います。と同時に、右のですね、この絵の中にラミアが描かれているということはですね、当時の、神と人間の間を行き来した人間、あるいは半身半人だったかもしれませんけども、その名前がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる人物が知る由もなかった事実ということになるわけです。がしかし、こうした事実がここで一致するわけですね。なおかつ、マリアというのはラミアのアナグラムということになるわけです。あるいはラミアがマリアのアナグラムであったかもしれません。L と R の違いは音の違いということだけですよね。大きな問題ではないということです。これはイタリアの研究者の方にそのような証言をいただいています。ともかくも、マリアイコールラミアがこうして描かれているということですね。で、ダ・ヴィンチなる人物が描いたと言われている絵はですね、それは1500年後、いわゆる紀元後1500年前後のですね、カイン・キリストの描いた絵ということになるわけです。その証明もきちんとしてきました。となると、それから約400年後ですね、1937年にパブロ・ピカソは左のゲルニカを描くわけですけども、同じ画家がですね、このように存在したということになるわけです。じゃあその画家は誰かと言いますと、カイン・キリストということになるわけです。で、もう一度、このパブロ・ピカソの描いたゲルニカを見てください。今度はこの中央の人物に注意してください。馬に
まあ、なんて言いますかね、上から押さえつけられて仰向けに倒れている人物が描かれています。この構図と言いますか、同じ人物をやはりダ・ヴィンチがですね、ゲルニカの、まあゲルニカじゃません、上のですね、アンゲルの戦いの中に描いています。下はゲルニカです、上はアンゲルの戦いです。ここでも上でもですね、アンゲルの戦いの中でも馬に踏みつけられて頭から血を流している人物が描かれています。ではこの人物は誰かと言いますと、向かって左側の手の甲に聖痕があります。で、下のパブロ・ピカソのこの人物にもですね、左手の手のひらの中に五芒星が描かれています。つまりこのような形でパブロ・ピカソはですね、ゲルニカの中に、まあ、その人物を描き、そして左手ですよね、手のひら上に向けてますけども、向かって左側の手のひらにはですね、五芒星が描かれています。つまりこれが聖痕だというわけです。構図が全く同じです。つまりここに描かれているのはですね、十字架にかけられて処刑された、つまり替え玉の人物ということになるわけです。本物のシャマーシュイエスはですね、それ以前に殺されています。今聖痕を皆さんに比較していただいています。アンゲルの上が、右上がですね、アンゲルの戦いの人物の手に書かれている聖痕です。これは森本聡さんという方が発見してくださいました。そして右下はですね、パブロ・ピカソの手のひらに書かれている聖痕ということになります。そしてもう一人、右の人物に注意してください。右の下の人物ですね、これはパブ・ピカソのゲルニカの中に書かれた右下の人物ということになります。そして上がですね、一応レオナルド・ダ・ヴィンチやる画家が描いた、一応セントジェロームの絵ということになっている絵です。これはセントジェロームではありません、神カイン・キリストということになります。で、このポーズが全く同じなんですね。注意深くご覧ください。同じなんですね。一見上の人物の右足がですね、立っているように見ますけども、右足は後方にずっと流れています。今白で示しました。全く同じ人物をですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描いているということです。こうしてレオナルド・ダ・ヴィンチの絵とパブロ・ピカソの絵がつながるということですね。薄い髪の毛、それから手にはですね、両方とも石を持っています。あのゲルニカの方はですね、写本によっては描いてないのもありますけども、注意深くご覧ください。5本指は別に書いてあります。なあ、石で一致するわけです。こうした事実もですね、2012年以後の私林氏が全て発見したことです。なあ、まあダ・ヴィンチもそんな説明はしてませんし、パブロ・ピカソもそんなこと知る由もなかったと思います。こうして上の絵とですね、下の絵がつながったということです。そしてダ・ヴィンチの絵というのはですね、まさにメッセージ、神々から、いわゆるカイン・キリストからのメッセージということになります。そして同じ構図の絵をですね、実はパブロ・ピカソが1937年に描いていたということです。もちろんパブロ・ピカソはこの絵がですね、何の絵であるかわからないまま世に発表してしまったということになります。神はですね、いちいちこれは 何なんだよという説明はしないわけです。はい、まあ、それについてはまた別のところで論じましたので、まあ、今日は先へ進みますけども、要するに、まあ、このようにこの3箇所を取っただけでもですね、上がレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵ということになっています。下もパブロ・ピカソが描いた絵ということになっています。こうして絵画が一致しているということですね。ということは1937年ですね、下の絵が描かれたのが今から今約80年前ですよ。80年前にこの絵をですね、カイン・キリストは、まあ、人間パブロ・ピカソに描き与えたか、描き方を教えたか、あるいは構造を教えたか、それはいろいろに考えられますけども、要するに、まあ、パブロ・ピカソはこの絵について言えばですね、ただの操り人形であったに過ぎないということになるわけです。で、左がですね、私が以前はマルドックと判断してましたけど、この人物こそがですね、カイン・キリストです。アダムの息子のカインです。このカインはですね、弟のアベルを殺したが言うんですね、深い悔恨の念と言いますかね、罪を犯し、それゆえに懺悔に懺悔を重ね、自分の胸に石を当てて苦しみ苦しみ悩み、そしてそれを乗り越えたと言いますかね、それを神に認められたと言いますか、アダムの息子ではあったんですけども、神の地位を与えられたということになります。そして人間の救済者となったわけですね。つまりそれだけ深い罪を乗り越えたと言いますかね、負ったがゆえに、このカイン・キリストはですね、
人間私たち一人一人の奥深いところにある罪というものがどういうものであるかということを理解できる神になった、つまり懐が底なしに深い神になったということになるわけです。なわち救世主としてふさわしい神になったということになります。まあカインイコールキリスト、キリストイコールカインということになるわけです。それを表したのがカシノの戦いですね。何度も言いましたけども775027はキリストは聖書でいうところのカインと、まあ、解読しました。つまりこの人物こそがですね救世主ということになるわけです。もう一人その上位にマルドックという神がいます。そのマルドックは、まあ、殺されたエンキエアプロメテウスの直系の息子となるわけです。そしてその直系の息子がですね、まあ、ある意味で二人三脚イエスの立場を現在守っているということになります。最後にもう一度復習しておいてください。左がパブロ・ピカソの書いたその人物の尻尾です。そして右がですね、ダヴィンチなる画家が書いたとされる岩窟の聖母の中に描かれている下半身大蛇の、まあ、女性ですよね、の尻尾と比較してみてください。形が全く同じなんですね。どうしてこんなことができたかというと作家が一人であったということになるわけです。なあしこれらの絵を描いたのはこれらの画家たちをですね指揮指導し、あるいはまあ教えた与えたもう一人の神、すなわちカイン・キリストということになるわけです。つまりこのような形でカイン・キリストは今から500年前のルネサンスの時代にも存在したし、それから今から80年前のまあこのルネサンス、まあ、あのパブロ・ピカソの時代に存在したということになるわけです。80年です。遠い昔のように考える人がいらっしゃるかもしれませんけれども、たったの80年ですからね。私が生まれる7年前ですからね。はい。ということで、まあ、神の証明をこのような形でしてみました。皆さん、カイン・キリスト、救世主カインは今の今もこの地球上に存在するということです。これが神の証明ということになります。お疑いの方は何度もこの動画を見てご自身で判断してください。バイ。